ジョルジュビゼー、アルルの女は、フランスの作曲家、ジョルジュビゼーが作曲した全27曲の不随音楽であり、アルフォンス・ドーデの同名の短編小説、アルルの女及びそれに基づく儀曲の上演のために1 8 7 2年に作曲された。不随音楽から編曲された2つの組曲が、一般には最も広く知られている。南フランス語能の息子フレデリは、 アルルの闘牛場で見かけた女性に心を奪われてしまった。フレデリにはビベットという言い,い名付けがいるが、彼女の献身的な愛もフレデリを正気に戻すことはできない。日に日に衰えていく息子を見て、フレデリの母はアルルの女との結婚を許そうとする。それを伝え聞いたビベットがフレデリの幸せのためならと、身をしりぞくことをフレデリの母に伝える。 ビベットの真心を知ったフレデリは、アルルの女を忘れて、ビベットと結婚することを決意する。二人の結婚式の夜、牧童頭のミティフィオが現れて、今夜アルルの女と駆け落ちすることを伝える。物陰からそれを聞いたフレデリは、嫉妬に狂い、祝いの踊りファーランドールが、賑やかに踊られる中、旗織り小屋の会場から身を踊らせて自ら命を絶つ。作曲期間が短く、 また契約の関係で極めて小編成のオーケストラしか使えなかったため、作曲には大変苦労したという話が伝わっている。初演の評価はかんばしくなかった。6年後に再演された時は大好評のうちに迎えられたが、その時すでにビゼーはこの世の人ではなかった。フルートにオーボエ1、クラリネット1、ファゴット1、アルトサクソフォーン1、ナチュラルホルン1、 バルブホルニチ、ジ、ティンパニ、プロバンス大鼓、ピアノ、ハルモニウム、言語部、合唱一般に知られているのは演奏会用に劇付随音楽から水曲を選んだ組曲である。第一組曲は、ビゼ自身が通常、オーケストラ向けに編成を拡大して、組曲としたものである。劇付随音楽が初演された直後の1872年11月10日に、初演されて、 成功を収めた。楽譜は一時的に使用不能です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 。です第2組曲は、美勢の死後の1879年に、彼の友人、エルネストギローの手により完成された。ギローは、還元落法に長けており、アルルの女以外の楽曲も加えて編曲した。 楽譜,楽譜は一時的に使用不能です。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 通常の二巻編成に拡大され、金管楽器が大幅に追加されている。またハルモニウムは省かれ、ハープが追加されている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、 アルトサクソフォーン1、ホルン4、コルネット2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、スネアドラム、シンバル、バスドラム、プロバンス大コ、ハープ、またはピアノ、言語部。ありがとうございます。